今日オープンしたのは、南国市が総事業費およそ16億円をかけ整備した海洋堂スペースファクトリー南国です。実際作ってる過程っていうのは見たの初めてなので、とてもなんかすごく興奮してますね。世界的フィギュアメーカー海洋堂のフィギュアの工場や恐竜など精巧なフィギュアが展示されています。他にも海洋堂の造形技術が学べる研修室もあり、ものづくりの新たな拠点として期待されています。今日は人気声優古谷徹さんのトークショーも行われ、オープンを祝いました。海洋堂スペースファクトリー南国の入館は無料です。